ちゃん、そろそろ起きて。もう、アオちゃん、いつまで寝てるの？あなたは…寝ぼけてるの？心だよ、うつぼ心。心…そうだ、心だ。何かあったのかと思っちゃった。フリスペで連絡しても全然返事がないから。ごめんごめん。まったく、探す身にもなってよね。ごめんってレナさん。星崎さんがここにやってきてから、いろいろ乱されてばかりだよ。私は楽しいよ、生活が賑やかになって。聞いた？賑やかになったって。うるさい。はい、さ、そろそろ行こう。今日も探索するんでしょ、向こうの世界を。もちろん。それじゃあ行こっか。何か気になることでもあった？何勝手に見てんの？私って普通だな。星崎さんにお願いしてたと思うけど、ちゃんと干した？干した干した、昼寝する前にやっといたから。ならよし。誰かがサボるとすぐ不便になるよ。ここには私たちしかいないんだから。わかってるって。でもよかった、これならここを歩いてもすぐ乾きそう。そうだね。何度寝てもこの景色。
ってことは、やっぱりこれは現実ってことか。補習を受けるために夏休み中の学校へ行き、教室に入るまでは普通だったのを覚えてる。そこで知らない女の子に出会って、びっくりした。ここに人が来るなんて信じられない。早く二人にも紹介しなくちゃ。私と一緒に来てほしいのです。ちょっとどこに向かって。教室を出た時にはもうこの世界にいた。あおちゃん？ううん、なんでもない。行こう行こう。人気のない学校、現実ではありえない景色。周囲はどこまでも水が広がってて、この学校から離れることもできない。そんな世界で彼女たちと生活をして早3日、私はまだ帰り道を見つけられずにいる。向こうの世界ってみんなはここを呼ぶ。水で囲まれたこの世界に昨日突然現れた、さらに向こうの世界、学校よりもさらにへんてこな場所で頭がおかしくなりそうだけど、もしかしたらこの向こう側に元いた私の世界があるのかもしれない。バシバシ調べていこう。ここが一体何なのか。待って、今日は食材を集めたら帰るから。なんで。もう時間が遅いもの。誰かさんが寝てたせいで。ココロ、レナさんがいじめる。ああ、よしよし、怖かったね。でも今日のところは食材を集めたら帰ろうね。うん、わかった。こいつ。さて、今日は何を持って帰ろうかな。昨日見つけた卵、美味しかったのです。どこかにないかな。Thank you.
取っておこう。今日もお出ましね。なんだなんだ、食材よこせってことかな。みんな気をつけて。みんな準備はいい？しても何なんだろうね、この指輪。私たち気がついたらはめてたんだよね。青ちゃんはいつからつけてたの？この世界に来た時にはもうつけてたよ。考えるのは後にして、さっさと卵を探しましょう。なかなか見つからないね。昨日
この辺りにあったのに。そもそも卵が落ちてるってことはどこかに鳥の巣とかがあるってことだよね。鳥の巣。あそこか。まさか登るつもり？もち。やめなって、落ちたら危ないじゃない。レナちゃんは下で待ってていいよ。取ってくるから。二人が行くなら私も行く。そうだな。卵ゲット。もっと食材探す？今日はこのくらいにしてそろそろ帰ろう。ほら、金城さんもお怒りだし。広いところに一人残されたら心細いのも分からなくはないか。それじゃ急いで帰ってあげよう。さて、ゆきちゃんはいつも通りなら作業室かな。
ただいま。おかえり。待ちくたびれたよ。そんな文句言わないで。食材いっぱい取ってきたから。やった、今日はごちそうだ。ちょっとちゃんと計画を立てて。いいじゃん、いっぱい取れたんだしさ、楽しまないと損だよ。まったく。それで向こうの世界のこと何かわかった？今日はあんまり調べられなかったんだ。ちょっといろいろあって。いろいろあってね。そうそう、いろいろあったんだよ。いろいろは、まあ相変わらず不思議な場所よ、あそこは。でもラッキーだったよね、向こうの世界が出てきて。うん、この世界に現れた新たな手がかりだし。それもそうだけど、食材が豊かになったのが大きいよ。もう飽き飽きしてたもん、この辺で採れる木の実とか魚は。私はお米が欲しいのです。我慢しなさいよ、飢え死にすることはなさそうなだけマシなんだから。あるかもしれないよ、お米。向こうの世界の奥を探せば。がぜんやる気が出てきた。はいはい、それはまた明日。今日は今日のことを考える。それじゃあ夕飯作るよ。何作ろっかな。また卵焼きが食べたいな。昨日と同じ卵があるんだね。でもせっかくだから味変えたい。ねえ、青、なんか薬味になりそうなものを取ってきてよ。中庭に使えるものがあったはずだから。オッケー、ひとっ走り行ってくる。取ってきたよ。おお、ありがとう。これで材料が揃ったかな。せっかくキッチンに集まったことだし、みんなでご飯作る？そうね、暗くなってきたし、手早くご飯を用意しますか。どれにしようかな。今日はこれの気分。君に決めた。どれを使う？一丁やりますか。それじゃ、お皿用意していただきましょう。へぇー、そのどうしたの？一つだけ激辛を混ぜておいたんだけど、まさか自分に当たるとは。何してんの？いやー、でもやっぱりこういうの楽しいね。次は誰かに食べさせようっと。懲りないなぁ。ふぅ、お腹いっぱい。教室に戻って寝る支度をしよう。
それにしても何なんだろうね、あそこ。何何？何の話？向こうの世界のこと。やっぱり不思議な場所だなって。私からすればこの世界全部が不思議だけどね。青ちゃんがいたっていう世界と比べたら本当にびっくりしたよ。グラウンドも通学路もなくなっててさ、さっきまであったのにって。私の頭がおかしくなったのかと思った。こっちも突然知らない人が来てびっくりしちゃったな。それまでずっと3人で暮らしてたから、この世界に私たちしかいないことに違和感も覚えずに。そこに星崎さんが現れて、私たちは私たちのおかしさに気づいたんだよね。ここって何なの？なんで私たちは何も覚えてないの？ってね。パッとは思い出せるものもあるみたい。物の名前や使い方とか。けど、誰かとの思い出とか、いた場所とかは、どんなに思い出そうとしても、何も思い出せない。そっか。やっぱり不安？え？何が？私たちには記憶がないからさ、帰るべき場所があるのかもわかんない。だからぶっちゃけ、帰りたいって思いがないっていうか。まあ、確かに。でも、青には記憶があるんでしょ？大丈夫！みんながいるからさ、全然不安にならないっていうか、むしろ楽しいんだよね。まるで、映画の中のような世界に来れて。あ、ほら、私って普通じゃん。だから、ずっとこういう特別なことを求めてたんだ。なんだ、それならよかった。とは言っても、いつまでも帰らないってわけにはいかないでしょ。明日はちゃんと向こうの世界を調べなくちゃだね。私たちの記憶の手がかりもあるかもしれないしね。了解。それじゃあそろそろ支度して寝るか。